では行きます。3、2、待って待って、もう一回触れてしまったはい、じゃあもう一回、はい、3、2、FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。うん、はい、本日メンヘラ城第87回の収録放送となっております。はい、はい、お、武蔵さんツイキャス来てます。はい、夏実さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんはしょい。はい、こんばんはしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、武蔵さん、さっきあれ来てなかった。ん、あ、違う、合ってる。もうな、夏実さんなんかいろいろごちゃごちゃなってるから、うん、ごちゃごちゃなってる、ごちゃごちゃなってる、ごめんなさい。あ、まあ、ごちゃごちゃなってるのはね、みんなこんばんはって日本撮りなんですよ、これは実は、うん、はい、はい、夏実さんも続けてやってるような感覚でちょっとやってますけれども。あ、違うの一回なんかちょっと気が、なんかなんていうのかな、日本撮りじゃないよっていう体でまずやっていかないと。あ、そっか、日本撮りじゃないよっていう体でやらなきゃいけないんだ。そうそう、本放送はね、1週間置いて、うん、1週間後に流れるわけですから。ありがとう、教えてくれて。もうどんだけやってんねん。あとマイクから口離れてるから絶対音入ってないんだありがとう、教えてくれて。はい、皆さんありがとうございますねえ、もう87回やってるっつってるのに87回、うん、でもよく頑張ってるよね。うん、うん、頑張ってる頑張ってる。だから口外れてるんだって。あ、頑張ってる頑張ってるそういうのを気をつけなさいね。そう、はいはいはい、はい、はい、わかりました。はい、で、まあ先週もちょっと話したけど、FM 読谷の方にね、先日、うん、ゲスト、収録行ってきまして、はい、なんていうのかな、何の話しようと思ったんだっけ。え、あ、まあ、スカポンさんとねスカポンさんとお話をおしゃべりしてきましたよ。ですけれども、うん、そうやっぱりね、なんかところ変わればじゃないですけど、うん、やっぱりそれぞれにね、ラジオ局って、色があるというか。ああ、そうね、そうね、うんうんうん、そう思ったね。ね、なんか向こうは向こうで人数多かったわね。すごくスタッフさんのね、人数が多くて、スタッフさんの人数多かったわね。うんうんうん、うん、なんかかっちりとした感じで、雰囲気で、そうそうそう、やらせていただきましたけれども、うん、うん、なんか NG ワードとか多い感じがしたもんね。そうだね一応つかぽんさんに聞いて、まあ、無事ね、はい、ラジオ収録を終えてきましたので、今日もね、うん、うちらのラジオも無事収録を終えていきましょう。はい、はい、では、お聞きください。教えて夏実先生。お、このコーナー、あ、あるあるね。夏実先生、ないつもりだったの。いや、あるねこの、はい、このコーナーは、はい、夏実先生、うん、我らが、はい、なんていうのかな、メンヘラのなんていうの、大先生というか、いろんな経験をしてきた、酸いも甘いもね、はい、はい、経験してきた夏実さんに、はい、いろんなことを聞いて、まあ、リスナーさんの悩み事ですとか、うんうんうん、はい、まあ悩み事じゃなくてもいいけど、うん、なんか夏実さんに聞いてみて、ちょっとズバッと答えてほしいなっていう質問等あれば、うん、もう何でもかんでも夏実さんが、うん、お答えするというコーナーでございますので、うん、はい、夏実先生答えちゃいますよ。はい、ぜひぜひ、何か質問があれば、うん、ツイキャスでも、はい、ね、助手のケンタ当てても構いませんので。そうですね、はい、お答えしますというコーナーでございます。はい、はい、
よろしいでしょうか、夏美さん。あ、よろしいですよ。ツイキャス、ツイキャスちょっと読んでください、はい、今回メールがね、ちょっと告知するのができなかったので、ツイキャスも読んでいいですよ。うん、じゃあ読ませていただきましょうかね、まあ、とりあえず、ツイキャスから読ませていただきます。はい、はい、ロアさん、ロアさん、ありがとうございます。はい、お二人のラジオほのぼのしてて好きです。うん、私はラジオ向いてないなって思ってきてて、うん、ちょっと離れます。ラジオから離れる。ラジオから離れる。いやそんなことないと思うよ。夏美さんなんか楽しく聞いてるよ。うんうん、聞いてたよ。ミッドナイト王侯、あのロアさんと王侯さんのやり取り、うん、聞いてるよ、うん、だから全然心配いらないと思うけどね。いや、うん、離れちゃやだ離れちゃやだ。あ、沖縄大好きさん、うん、沖縄大好きさん、ありがとう。メイヘラジオ1時間昇進を目指すしかはい、1時間、ね、1時間昇進もそうだし、ちょっとエースタにね、ちょっとレベルアップもしたいよね。エースタにレベルアップもしたい、うん、どんなかな。山内さんよろしくお願いしますはい、あ、武蔵さんから、はい、メンヘラ103、103 @gmail.com のラジオ宛てにメールしましたと、うん、来ております。あ、来てるかな。来ました、来ました、来ております。じゃあこれなっちゃんに読んでもらおうかな。あ、はい、読みますか。はい、いきますよ。メンヘラネーム武蔵さんよりです。メンヘラネーム武蔵さんです。はい、夏美さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。はい、初メールのメンヘラネーム武蔵です。はい、本日のテーマ、ゴールデンウィークの過ごしましたか。まあ、うん、何してたってことかな。何してたってことね。ゴールデンウィーク後半、5月5日子供の日は、うん、僕の誕生日だったので。お、そうなんだ。おめでとうございます。おめでとうございます、うん、ケーキを食べながら、うん、ネットフリックスの新作映画、うん、シティハンター実写版見たり。いいないいな、うん、見たいんだよなこれ、うんうん、U-NEXT で映画見たりして過ごしました、うん、あ、いいね。いいな、いいな。どうでした、ネットフリックスのなんだっけ、シティハンター、鈴木亮平さんがね主演やってるやつ、ね、やってるやつやよね。うんうんうん、うん、すごい良さそうだったよね。なんか評判はすごくいいみたいな感じだけど。見たいんだよな、うん、あとさ、はい、健太さん、夏美さんはゴールデンウィークどんな風に過ごしましたか、教えてくださいということです。そういえば喋ってなかったね。お願いしますとのことです。夏美さん、どのようにゴールデンウィーク過ごしましたっけ、はい、ゴールデンウィークはね、まずね、マスクマンのライブに行ったりもしたし。マスクマンっていうのは、マスクマンっていうのは、僕らのね、お友達のね、僕らのお友達のマスクマンさんが音楽作ってて、うん、そのライブに行ったのもありますし、うんうんうん、友達とランチをしにも行きましたね。あ、中城のね、うん、隠れ家的なお店、ね、隠れ家的カフェにね、なんていうのかな、自家栽培しているお野菜とかかな、うん、を出してくれてる、ちょっとなんか和食、うんうん、そうね、うん、すごく美味しかった。午前あってさ、うん、美味しかったんですけど、どこなんだっていうね、お店の名前とかね、うん、まあなんていうのかな、ご紹介してくれたお友達がね、あんまり知られたくないっていうこと、知られたくない場所なんだよっていうことを言ってたので、そうそうそう、うん、ちょっとラジオでね、うん、お教えすることはちょっと難しいんですけれども、うんうん、とにかく美味しい場所が中城にあるということだけ、うんはい、美味しかったですとっても、うん、で他の日は、うんうん、あとはパチンコ屋に行ったりパチンコ屋さんに行ったり、あとはパチンコ屋さんに行ったり、うん、だよな、依存症の旦那が嫁を依存症にしようとしてるっていうね。まあどうしましょう。ミイラ取りがミイラになるじゃないけど、ミイラ取りがミイラになる夏美が健太になるいやまあでもなんていうのかな、生活費の範囲内で、いやまあ心配しないでください。大勝負するとかそういうわけではなくて、夏美さんが僕のストレス解消というかに付き合ってくれてるっていう形なので、はい、どうか借金とかはしてないからご心配なくっていうところです、うん、はい、はい、では武蔵さんからさっきのね、うん、実写版シティハンターのことについてメッセージというか、うん、来ております。はい、はい、武蔵さん、実写版の中では完成度高かったですよとのことです。うん、あ、ね、うん、これにね、実写版のシティハンターにね、うん、確か海坊主役で、はい、マフィア梶田さん
お、我らの。そうそう、我らの。我らのって。が、出てて、うん、次回作とかあったら、うん、おそらく、がっつり出るんじゃないかって言われてるみたいなんで、マジでネットフリックスちょっと見たいんだけどね。見たいですね。夏美さん、ちょっとサブスクしてくれません？サブスクって何ですか？月額を払ってネットフリックスを見る。ああ。そうそうそう、アマゾンプライムとかと一緒だよね。ああ、なるほどね。うんうん、ああ、じゃあ。そうそう、アマプラはね、見れるんですけれどもね。はい。僕も入ってるんで。はい。はい。じゃあ、言っときます、鈴木亮平に、うん。あ、武蔵さんが YouTube で予告編見れるので、見てみたらと。見てみようね。ボケたんだけど。なんて言ったの？鈴木亮平さんに言っときますって言ったんだけど。どういうこと？何を？サブスク。ボケてるのか何のか分かんない。ボケたんだ。はい、では、教えて夏美先生ということで、はい、ロアさんから来ております。はい、はい、教えて夏美先生。はい、教えます。かっこ助手の健太さんも。はい、お二人は夫婦喧嘩しますか？うん。もし喧嘩するならどう治りな、どう仲直りしますか？うん、とのことです。うん、夏美先生、いかがでしょうか。我々は夫婦喧嘩しますか？あ、これはリアルに夫婦喧嘩の話をしていいんですか？良いですよ。いや、夫婦喧嘩私たちはあんまりしない方だと思いますよ。しない方だと思いますけど、うんうんうん、あのね、これ言っていいかな、はい、さっきの、さっきの言っていい？さっきの、うん、もうなんか何でもいいよ。もう何でもいい？別に NG ないよ俺。あ、本当？うん、あのね、さっきね、はい、あのリスナーの方から、うん、大メッセージがあって、メッセージっていうか、あのリスナーの方から何時、今日何時から収録始めやるんですかみたいなのがあって、うんうんうん、それで、7時頃予定してますみたいな返事をお返ししたんですよ。俺が言ったからな、そのまま、うん、7時頃って言ったらいいよって、7時頃って言ったらいいよって言うんで、うんうん、7時頃って予定してましたって、うんうん、あ、言ったんですよね、うんうん、そしたら、あの、うん、7時にあと30分でなるのに、あの、うん、ケンタさんがすごくゆっくりしてるんですよ。いや、ゆっくりしてるんじゃなくて、あれはこの今日の収録の台本を作ってたりしてたんだよ。じゃあ台本を作ってるのは分かるんだけど、その後とかゆっくりしてたわけ、うん、はい、あのね、なんていうのかな、あのね、カバンにね、詰める時もね、こうやってね、なんかわざとスローモーションになったりとかね、スローモーションでタバコ取ったりしててね、これ早すぎて見えてんのこれなのかなと思ったんだけど、スローモーションで動いてるから、うん、およよよいって言って、私はもう玄関のところに立ってたんですよ、うん、鍵も閉めようと思って、うんうんうん、それでちょっと焦らせてしまったんですけど、まあ、時間の感覚なん、あのギリギリにつけば間に合えばいいだろっていう健太さんと、いや、ギリギリっていうか10分前ぐらい、10分前5分前ぐらいに間に合えば全然問題ないんじゃないかっていう考えの僕と、うん、でも私、夏美さんはもう30分とか1時間前とかに平気で行こうとするから、あの、もうダメなんですよ、あの行きたいんですよ、その場の環境にまず慣れないと、あとあと自分がやけどする、うん、分からん。だって向こうで待ってる時間が長いとちょっとしんどくない？なんか到着場所で、いやいやいや、向こうの、あのその環境に慣れて、うん、人が来る、その人に慣れて、うん、また人が来たら、待ち合わせの人ね、が来たらその人に慣れてっていうんで、ちょっとずつ慣らしていかないと、私はちょっと怖いんですよ。ほうほうでも健太さんはギリギリとか、ギリギリってまた言っちゃったけど、うん、それで行こうとするから、うん、で、なんかもう慣れる間もなく、いろんなことが打ち合わせじゃしますみたいなこととかが始まっちゃうから、うん、もうあの、アワティーハーティー、結構ストレス、アワティーハーティーストレートティーみたいになるんですよ。ストレートティー、うん、今ボケたんだ。いや、まあ、大丈夫だよ、伝わってるよ。そうそうそう、それです。夫婦喧嘩って言ったら、さっき してないよ、全然さっきしてないけど、なんかちょっと時間の概念が違うんだなって思った。うーん、概念っていうのこれ、まあ、そういったなんかやっぱりちょっとしたズレはあるんですけど、うん、ロアさんね、あの夫婦喧嘩は本当にあんまりとか、もうしない、ほぼほぼしない、しないよね、うんうん、あの、なんていうのかな、夏美さんが僕の発言でちょっとむくれたりする時とかあるけど、うん、まあお互いにね、僕が逆に夏美さんの態度だったり発言で
むってちょっとするときはあるけど、お互いにね、うんうん、あるけど基本的にその時にもう解決するというか、今の何みたいなさ、むってしたの、むってしたの、夏美の言動でむっとしたの、あの何があるの。いや、たくさんあるからあれなんだけど、たくさんあるそうそう、あの僕が基本的には許すようにしてるっていうところはあるかな。ほんと、うん、そんなにあるんだ、うん、そんなにあるんだ。じゃあ夏美、はい、でロアさんより、そうなんですね、はい、ありがとうございますということです、はい、はい、であとロアさん、うん、パチンコに1回だけ自分の誕生日に王子に連れて行ってもらいました、うん、があまりよく分かりませんでした、うん、最近は競馬のメインレースの賭けをしてますが、うん、賭け方を王子に聞いてもよく分からず、うん、結果、うん、副賞を何頭か賭けてる日曜日の昼です。おお、ギャンブラーだなギャンブラー、ロアさん宅もギャンブラー、いいね、やっぱなんか気が合うんじゃないか、もしかしたらすごいね、馬、馬、競馬だね。うわ、今競馬はね、本当にまあ競馬もそうだし、公営ギャンブルって言ったらいいのかな、うん、ボートとかもスマホ一つでね、うん、沖縄からでもできるっていうね、うーん、すごい、ところがあるから、うんうんうん、そうなんだ。そうそう、水原一平みたいになんかスポーツなんか違法賭博みたいなことはしないようにお互い気をつけましょう。うん、気をつけましょう。はい、はい、では、楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思いますので、ちょっと夏美さんにまたスマホをチェンジします。はい、では今日、うん、今回紹介いたしますのは、はい、まあ6年前のね、うん、2018年の、うん、10月から12月にかけて放送されたテレビアニメ、はい、リリース・ザ・スパイスのオープニングテーマ曲、うん、月影でスパッとスパッとスパイ&スパイスをお聴きください。はい、はい、OK です。はい、あー、いいね、王子さん、うん、俺が昔にやっててやめて、うん、逆にロアが書き始めるという今まさに 俺と夏美さんの関係性でなんかそんなやつだよいやー、どう夏美ハマるかな、ハマるかな、しょっちゅうパチン、あ、しょっちゅうというか、もう何だったっけ、今だったらエヴァ5時、ゴジエヴァ、ゴジエヴァ、ゴジラ VS エヴァンゲリオンのパチンコがちょっとお気に入りじゃん、うん、お気に入りだね、あれあれお気に入りだね、とってもね、あのいいんすよいいんすよってロアさん、ウマ娘が来週映画始まるので見に行くことになってますが、寝そうです。配給の映画を見に行ったのですが、うん、何もわからないのもあって、うん、開始数分で爆睡した過去があります結構でもアニメ映画も見に行ってるんだね、ロアさんだね、うん、寝そうですって、ま、映画館で寝たことある？映画館であるかな、映画館で辿ってみてもない気がするな、うん、ああるある1個ある、あ、本当、うん、あのあれドラえもん系、おいっ子たちと見に行って、うん、はいはいはい、おいっ子たちが楽しみにしてて行ったんだけど、うん、なんかね、あの妹と私多分そこまで興味ないから、そこまでそんなに興味なかったって言ったらあったけど、子供たちが、ね、子供たちがもう楽しみにしてて連れて行ったから、うん、あの気づいたらエンドロールみたいなところではありましたねまあそういう場合だったらあるかも、でも基本的に映画館ではね、うん、やっぱり興味持っていくから、それこそロアさんもね、うん、あんまりそれこそ配給なんて何もわからない状態で行ったわけでしょ、うんうんうん、特にテレビシリーズを見てたわけでもなく、うん、漫画を読んでたわけでもなくってところかな、うん、そしたら寝るのもしょうがないかなとは思う。映画は大半アニメしか見ません。最近はコナン行きました。あら、いいね、そうなんだ。新作どうだった？怪盗キッドがメインのやつじゃないかな。あ、怪盗キッドかっこいいよね。かっこいい、漫画で読んでた、うん、王子さん、王子さん、エヴァ5時前から気になっててやっと打てた時に1パチで3000円入れても1回もゴジラと戦わなくてマジイラついたなんとか、お、これなんて読むんですか、漢字、なんとかまくったので、まくったのでどうにかなったのですがって、よかった、
エヴァゴジ、エヴァゴジ。まくったっていうのは、うん、あれよ、あの負け分を取り返して勝つことができたっていう。ああそうなんだ、うんうん、あの私のエヴァゴジはどうですか。夏美さんのエヴァゴジはラッシュに入らないですね。ラッシュに入らないです、はい、50% をいつも嫌われてます。外してます、うんうん、でもあの赤玉来るよ。赤玉ってあれはなんて読むんですか。赤保留ですか、ね、赤保留ですね。赤保留来るよ。金保留がね一番上になってるからなかなかね。なかなかか、うん、でもさ風がバーって来たりとかさあの楽しいよね。なんかえそうなの。大光さんラッシュに入らないのに楽しいとは素晴らしい感覚って。そうそう本当にの信じられないんですよ。大光さんなんか負けても楽しかったって言って帰るんですよこっちはなんかモヤモヤっとしてるんですけどだってさあのちっちゃいところに穴にさ玉がさ入るだけでも楽しいのにさ、なんかもう本当に。はい、お聞きいただきましたのは月影でスパッとスパイ&スパイスでした。はい、はい、歌ってるのがねアニメの作中において、うんうん、どこの国にも所属せずに平和のために戦う正義のスパイ組織、うん、月影のメンバーを演じた6人の女性声優さんが、うん歌唱を担当していて、うん、まあなんかノリノリなオープニング曲になっていますと。うーん、うんうん、ノリノリだったね。そうね、うん、アニメ自体はね残念ながら入院中かなんかで見れなかったんだよね。あそうなの。そうそう、メンヘラっぽい。ちょっと悲しい。だからいつかねあの見たいと思っています。うん、はい、ではエンディングに行きたいと思います。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、ごめんなさい、大光さんのコメントに笑ってしまいました。あ大光さんツイキャスで何とおっしゃってるんですか。はい、コメントしてくれました。はい、ケンタさん、多分これ私のこと。ケンタさん、うん、パチンコやめさせた方がいいですよ。笑い、わらわら。あ、夏美さんを。うん、そうそう。だから全然最近なんか勝つ感じがしない。そうそうそう。でまたね夏美さんがね長時間入れない人だから、うん、もうすぐ帰ろうみたいな感じで疲れたみたいになるんですよ。いやいや、最近は足が痛いから。足が痛いとか出したりね。本当普通にあの40を手前にシンプルに体にガタがきててそうそうシンプルガタがきてて、ね、なんか いまいちなんか常に不完全燃焼そうなんだ。そうです、ね、一緒に行ってるからさ打ててるからさ。でこの健太さんは当たったり大当たりでラッシュに入ってって球を増やしてってやってるので、私は本当に満足してるもんだと思ってましたけどね。いやいや、なんか自分の思うように打てないっていうモヤモヤは常にありますよ。あ、そうなんだ。あ、ありますね。どうするかね。まあでも全くいけないよりはね、ありがたいことに、うん、行かせてもらえてますんでいいんですけど、うん。うん、パチンコで腰が痛いはわかるけど、足が痛いは聞いたことないよって。そうなんだ。足が痛かったんですよ。ねえ。ね、なんかでも元々っていうか、去年ぐらいからね、歩いてて膝痛いっていうようになって、後頭腫に入ってそれがちょっと悪化したんだよね。うん、で整形外科行ったんですけど、うん、レントゲンと MRI も一応念のため取って、うん、骨に異常はないと。うん、で MRI でまあ言ったら精密検査ですよね。うん、もうちょい上の段階の、うん、見ても特に問題ないと。問題ない。むしろ骨綺麗だよって言われましたよ。だから痛み止めじゃない痛み止めだけ渡されて、痛み止めと湿布かだけ渡されて、うんうん、それでも2週間経った今でもずっと痛い痛いしてるから、どんどん悪化していってね、うん、ちょっと内科の方にも行ってね、内部の疾患があるんじゃないかっていうところでね、今しばらくはちょっと内科通うことになりそうなんですけど。そうそうそう、糖尿でした笑顔で言っちゃったよ、こっち濁してたのにそうそうそう。で今日は何か甘いもの食べましたか。はい、ケーキ食べたな。ケーキ食べた。お世話になってるね。あ、お世話になってる、ね、なってる人とね食べましたね。そう、お世話になってる人とちょっと誕生日だったからね、食べましたね。そう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 、うんうん、でもねお茶飲んでるから
普段そうお茶飲んだらね糖質ゼロになるって、うん、そうそうそう普段お茶飲んでる王でしょ王お茶なんかちょっと分かりませんけどはいはいそんな感じで、うん、元気にやってますねはいまあいいわまあなんていうのかな結構久々にねまた収録になりましたけれども、うん、はい来週どうしようかな来週どうするかねうんまあその時の体調によりますメンヘラなんでまたX で X してX しますからよろしくお願いします、ね、X でポストして告知しますはいはい、うんよろしくお願いします今日もねツイキャス皆さんうんたくさん1本目の収録から、うんまあ、2本目今回に、続いてね引き続きお聞きいただいて、うん、本当にありがとうございましたありがとうございました。お子さんとロアさんもね夫婦で聞いていただいてありがとうございましたありがとうございましたうんいやでもさ今日はさ、うん、最後らへんに大河さんがパチンコの話をめっちゃ書いてくれてるのでなんか嬉しいですエヴァゴジとか単語が出てきたこと自体がなんか嬉しいですゴジエヴァかなうんあまあどっちでもいいかロアさんも競馬全く利益度外視で勝ってるので、うん、一緒ですねってあ、本当？じゃあ夏美さんとロアさんが一緒に行ったらちょっとやばいかもね、はい、利益度外視ではメンヘラジオエンディングでございますはい、はい今日そうメンヘラジオはここいらで飲んでネロちょっとごめんね